僕はもう完全に数字で管理してますね。このぐらいだったら水抜きいける、週間前何キロ、水抜き行く前日の夜に何キロスタート、まあ、一番いいのは お疲れ様です。練習終わりですか？はい、なんか久々じゃないですか、道場のこういう絵って。うん、すごい久々です。ね、久々にこういう絵もいいのかなと、いう感じですよね。お疲れ様です。ありがとうございます。僕は試合ぶりですね。そうですね、はい、すいません、何か一言、はい、いやもうコンディションは本当今までで一番良かったんですけど、まあちょっと惜しいことしてしまったなっていう、ちょっとまあ反省点も数々あって、うん、まあでも今気持ちはもう前にもう完璧に向かってます。なんでまた一からもう本当頑張っていきますんで、今後ともよろしければよろしくお願いします。頑張ります。次は勝ちます。まあ、試合で負けたら試合で勝たないとね。いや本当っすよ、まず取り返せないですからね選手は。本当に勝って初めて、うん、取り返せるから。何食っても美味しくなかったっす。わかりますよ。ああ景色も変わって見えますよね。ああドヨーンとしてるっていうか、いや本当に何やっても面白くねみたいな。ちょっと最初の1週間はちょっと、はい、本当にもう何も思わなかったっすね。でも1週間終わってすぐ練習再開してたんで、ああ、ね、もっといいコンディションで、ああ課題も克服して次の戦いに挑んでほしいなと思いますね。まあ、怪我も治ったんで、うん、コンスタントにやっていきます。本当にね、たくさんの人に応援してもらってって感じですよね。はい、ありがとうございます、うん、皆さん本当ありがとうございます。というわけで、はい、試合を実際に近くにやった大木さんもいらっしゃるし、はい、聞いてみたいのは、はい、減量、水抜き問題、うんうん、水抜き問題ね。水抜き問題はなんか本当人それぞれの落とし方とかがあるんで、うんうん、なんつうんだろうな、これをやったからいいっていうことでもないと思うんですけど、そのなんだろう、個人的には水抜きに頼る減量っていうのは僕はもうしばらくしてないので、なんか20代の時とかは結構むちゃくちゃな落とし方をしてる時もあったんですけど、やっぱりコンディションっていうかその試合で頑張れなかったりするから、あんまりこう急激な減量とかはしないようになってからコンディショニングが試合で良くなってきたなっていうのはすごく自分の経験であるので。俺も今までもうめちゃくちゃ水に耐えてたんですよ。サウナ入りまくって。結構聞いたらね、はあ、相当めちゃくちゃな落とし方をしてるような、はあ、なんか逆に水で落としてバンって膨らみは重いじゃないですか、うん、試合当時その想像あります、はあ、で それが良しと思ってたんですけど、今回その斉藤さんとかの減量とか水抜き聞いて、まあ僕は初試合計量当日じゃなくて前日にアンダー行ったんですよ、うん、なんか綺麗に落とせたんですよ、うんうん、体もいつも落としたらちょっとボテってなってたんですけど、今回試合の時もそんなに腹にあなんかズボンに乗るとかはなくて腹が、まあ、グッドシェイプだったよね、うん、だからコンディションの面で言ったら今まで一番良かったですね、へー、やっぱ水抜き頼むの良くないですね、うんまあ、日本人選手と海外の選手ってやっぱりね、体の作りも内臓とかいろいろ骨格とか筋肉量も違うんで、彼らの真似をしてもしょうがないかなとは思うんですけど、まあ適正階級がねどの階級なのかってことも含めて水抜きに頼る減量ではない方がいいのかなと思いますよね。うん、なんか世の中では海外ではこうだからみたいな話があるじゃないですか、うん、海外の方が進んでるから、うん、はい、そういうわけでもないってこと。まあ、どういう落とし方をしてるっていうのは知識としてはアメリカの選手とか知っておく必要もあるとは思うんですけど、それが自分に合うか合わないかはねそれぞれだと思うし、まあ、日本人選手でも筋肉量多くて体脂肪がすごい少なくてっていう人は多少は多く水抜きできるかもしれないですけど、うん、みんながみんなそうではないと思うから、もう俺もいろんな落とし方やってきてるんで、うん、何キロ水を抜いたら自分にとっていいのかっていうのが最初分かんないんで。確かにその欲張ってなんか何キロいっぱいやっちゃおうみたいなあったの若い頃とか。ちゃんとした準備もせずに4キロ水抜きしようと思った時があって、1キロがどうしてもやっぱ落ちないってなって、あんまり記憶にないもんな、残り1キロどうやって落としたのかなみたいな。ちゃんと準備してれば4キロでも落ちたと思うんですけど、うん、まあ、でも10年以上前か、9
結構トラウマになるぐらいきつくて、でこれやってたらちょっとダメだなと思って、うん、そこからやっぱりもっともっとこう研究しましたね。いろんなもの調べたりとか、あ海外の選手はこうやって落としてるけど、うん、あ自分にはこれ合わないなとか、でちょっとずつその自分の中での持ってる数字が決まってきたんで、それに基づいてやっていったりとか、じゃあ普段もっと節制しなきゃダメだなとか、昔65キロだったんでシュートって、はい、65キロだったら71多くても2ぐらいだなと思って、通常体重が、まあ、それをキープしながらとかねっていう風にはやってましたけど、最後の200とか2キロに感じません？普段の落として体重測ってみて変わってないとかあるんで、1セットあの体重が変動してないとか、まあ、100グラム単位でしか出なかったら、はい、50グラムしか落ちなかったら多分変わんないんで、あとかありますね、うん、あの時はちょっとやばいっすよね、分かってねえじゃん、うん、マジ絶望するよ、うん、終わったって思うよね、うわあと何セットこれマジかよって、何時間かかるのみたいな、うん、僕はもう完全に数字で管理してますね。このぐらいだったら水抜きいける、計量の前日の夜からやるんですけど、結構もう何戦も何戦もアマチュアからやってきてるから、1ヶ月前にじゃあ何キロなきゃいけない、1週間前何キロ、水抜き行く前日の夜に何キロスタートっていうのはもう全部数字で管理するようにしてからはほぼスムーズには落ちてますね、うんうん、それって大木さんしんどいんじゃないの、なんか1ヶ月前からもう始まってんの、この時期には何キロ、この時期には何キロ、いやでもなんかそっちの方が動きやすいし良かったっすね自分は。僕今までそういうのなしでギリギリにドンって落としたんですけど、うん、普段その体重じゃないじゃないですか。でも今回コンスタントにこう落としてったんですよ、期間かけて。したらやっぱり動きやすかったですね、なんかバテることもなかったし、なんかこっちの方がいいなって、自分には合ってるなと思いましたね。体重の戻りのパンチ力でいったら、こう一気に痩せて一気にこう戻った方が体重くなるとかはないんですか、ね、まあ当たったら効くかもしれないですけど、当たんなかったら意味ないですからね。そうですね、そのコンディションがちゃんと整って試合できるかっていうことの問題もあるんで、僕はコンディションだと思ってますね試合は、うん、はい。だから水抜き、どうなんだろう、今はもう動画とかでもいろんな選手がいろんな落とし方をしてるじゃないですか。だから水抜きも落とせばいいってもんじゃないし、それぞれの選手によって違う多少の前後あると思いますけど、僕はやっぱりもう3キロって決めてるんで、前日の夜からですか、2回に分けてあるんですけど、当日の朝と前日の夜って、で3キロだから69スタートですよね。69よりも切ってスタートしてやればもう前日の夜には多分落とせるとは思うんですけど、まあ、あえて分けてやるようにしてますけどね、うん、そっちの方がやっぱ試合のコンディションもいいですよね、うん、絶対。よく斉藤さんって見せるもんじゃないって言うじゃないですか、はい、水抜き、うん、まあみんな見たいのかなと思うけどな。でも見たい、どうなんだろう、まあどんなんやってんのかなっていう勉強として見たいですけど、自分がやってる側からしたら取られながらやんのきつそうって思って、きついよ、あれはきつそうっすね、うん、YouTube 的なネタとしてはいいかもしれないけどね、ちょっともし1キロだったとしても結構きついっすよね、きついきついきつい、なんかこう意識しながら。水抜きってそんなに辛いんですか？いやめちゃくちゃだって、自分から軽い脱水症状を起こしに行ってるようなもんじゃないですか、まあ命削ってますよね、うん、過度な水抜きは特に、うん、誰かの動画のコメント欄にあったんですけど、うん、面白い言い方だなと思って、その夏休みの宿題を一夜漬けで全部終わらせるのか、うん、事前にちょっとずつちょっとずつやっていて焦らなくてもいいようにするのかっていうのは、なんかあのまとえてる気がしますね。順番にやっていけば終わるはずなのに、はい、そうちゃんと順番通りやれば最後苦しまなくても順番通り行くのに、うん、やっぱりいや普段やってない分水抜きに頼るから、もう一日徹夜明けでもううわーってそれでも終わるかなっつって焦んなきゃいけないみたいなのはすごい表現としては合ってるかな。でプロの選手だったらやっぱり普段節制してベストコンディションを維持するのは当たり前だと思うので、やっぱ食べるの好きな選手って多いと思うんですよね、うんはい、でオフの時にどうしても我慢できないで急激にわーって増えちゃうっていう選手もいると思うんで、まあ、それが我慢できないんだったら階級上げるとかしないと失敗するリスクが高くなるのかなっていうふうには思いますね。実際の夏休みの宿題はできないけど、実際とかって減量とかそういう格闘技に関してはちゃんと一応できる方だとは思ってます、うん、コンディションとかは。
すごくいい言葉ですね。夏休みの宿題っていう言い方は、はいはい、夏休みの宿題理論あると思います。わかりやすい、はい、ただ水抜きがいいわけではなくて、その人それぞれのコンディションの整え方とか、水抜きを全くやらない人もいるみたいなんで、もう徐々に徐々にもう1週間かけて水抜きしないで動いて落としていく選手もいるから、うん、ただそれは本当にそれぞれですけど、あの大木久保さん の, あの水抜き動画、あのカリウム入れるだなんだって、もうあれは選手は絶対見た方がいいですね、うん、絶対見た方がいいと思う。超わかりやすいもん。大木久保さんがこう自分で探ってやってる感じがすごく伝わりますよね、はい、だってもう何戦やってんだって、うん、水抜きももうプロフェッショナルだと思うんで、うん、水抜き方に関してはカリウム入れても疲れが溜まってると全然水抜けないとか、はい、直前まで練習する人はもう水抜きが全然抜けなくてめっちゃ苦労するとか、これ本当なんですよ、うん、確かに本当に疲れ溜まってるといくらカリウム入れてもいくら水飲んでも全然ダメで、あ抜け悪いなって時やっぱありますもん、全然抜けねえみたいな。睡眠悪かった時も出なくないです か,、うん、なんかあちゃんと寝た方がいいと思います、はい、だからもう大木久保さんは水抜き前日はもう何もしないでもうただひたすら体休めてる、あもう本当それ正解だと思うんですよ。ただ直前まで練習やらせる人もいるから、なんかそれは最後の1週間とかってもう何やったからって変わんないと思うんですよ、うん、それまででもう結構やってきてるから、うん、ただもうコンディション重視で疲れ抜きながら、まあ、動く人はちょっと動いたりとか、マジで見た方がいいと思います、うん、格闘家は大木久保さんの水抜き動画、まあ本番は試合なので体重を落とすのは当たり前なんですけど、やっぱ減量とか水抜きで必要以上に苦しまない、消耗しないっていうのがかなり大事なんじゃないかなと思いますね、試合を頑張る上で。そういう意味での適正階級みたいな話もあります。もう10戦とか20戦30戦やってる選手はもうある程度決まってくると思うんですけど、デビューしてから何戦とかの選手とかは通常体重から見えてくるとは思うんですけどね、それこそ節制できなかったら無理しな減量しない方がいいと思うし、また海外の選手とやるってなるとね、また考えさせられちゃいますけどね、うん、10キロ戻すような選手とやるってなった時に、まあ、その辺も含めてですよね、本人が何を目指していくか。よく言う、うん、やっぱ海外の選手やるってなったら、うん、その戻り幅も気にしながらこう減量はしていくっていう感じなんで、まあ、でも体重で戦うわけではないですけど、もちろんトレーニングもしないといけないですよね、そのフィジカルっていう面で見たら、うん、ある程度体持ってる選手はいいかもしれないけど、持ってない選手はやり込まないといけないだろうし、まあ、それも含めて数字で管理してちゃんとやっていく。あまりにもこう試合の時に5キロとか6キロとかあるともう一階級それで違うんで、うん、まあ、それも考えものかなと思いますけど。外人とやる時はもう普段でフィジカルで筋肉で重くして、ね、落とし方はまあ変えないって感じですか。いや、あのいろんな人がいると思いますけど、うん、しっかりウェイトトレーニングとか、うん、フィジカルトレーニングをやって体脂肪を下げて筋肉量が増えると水分が蓄えられるんで体に、うん、そうするとちゃんと水抜きはできますよね、うん、筋トレとかやんないで水分溜め込まない状態で水抜きするとあと1キロが落ちねえとかなるんですけど、じゃあちゃんと準備してやればあのコンディションは整うはずなんですけどね、うん、あとはその練習していく中で怪我したりとか思ったような練習できなかったりってなるとまたちょっと変わりますけど、それは多分大木久保さんもちゃんとあの動画で話してましたよね、うん、ちゃんと筋トレしてウエイトして筋肉つけた上で体脂肪を落として水抜きに行くっていう、まあ、そういうところを知っていれば、じゃあ普段から体脂肪を少しでも減らしていこうとかっていうふうにはなるとは思うんですけど、まあ、それができない人もいるからその場合は階級少し上げて考えたりとかっていうのはねありと思うんだよね。本当にてっきりこう戻り幅をね大きくして外国人が戦う場合には体重を増やした方がいいのかなって俺そう思ってたんですよ、うん、はい、そうじゃないんですか、まあ、あと技術的なこともあるんで試合ってその体重だけ戻したからっていいわけではなくて、うん、戦略とか戦術とかがありますんで、うん、まあ、そこはちゃんとやっていかなきゃいけないですよね一個一個ね、うん、だって前とか水バー抜いて計量終わってゴーゴーカレーとか食ってましたもん、ね、ダメなの、いや多分ダメっすよ、食わないっすよね。いや、まあ、海外の選手結構食べたりはしますけどね、うん、まあ、食えるから食っちゃうと思ったんですけど、内臓強い人はでも、まあ、ありなんじゃない、それで勝てるなんか試合で勝ててベストコンディションでいけるんだったら、うん、今回は何食べたの。いや今回ちゃんとしたの食いましたよ、おかゆとかこってりしたもんとかじゃなくて。どうでした、違いました。いやなんか動きやすかったっすマジで、じゃあなんでやねんっていうのもあるそれ何キロ戻したから試合で勝てるわけじゃないですかね、いろんなこう技術的な部分もあるから、まあ、なるほどね、はあ、これ考えさせられますよねいろいろね、うん、この減量問題その適正階級問題に関してはだから結構ジムによってはもうちゃんと体重をジムで管理してるところもあるみたいですからね、うん、通常体重が何キロから減量スタートして
ってこう全部もう数字で管理していくって、まあ、そういう風にする時もあると思いますし、うんまあ、ジムでできなかったら個人でちゃんとそういう体制整えてやるとかしないといけないのかな、うん、水抜きもな、まあ、頑張れば落ちるんだけどね、うんまあ、それが正しいという風には見えないかな。試合で勝ってこその正しいかなとは思うんで、コンディション第一ですね、うん、コンディション第一ですね。結構真剣に考えなきゃいけない問題ですこれは、うんはい、夏休みの宿題っていう概念で言ったら、はい、やっぱり自分ができる時間割でやっていくのが一番いいっていうこと、まあ、一番いいのは普段から試合の体重でいるっていうことですよね、うん、もう2ヶ月前3ヶ月前から、まあ、理想はですよ。リカバーした時の体重ですもんね。その試合の時に何キロっていう体重で1年間いれば、はい、多分怪我も少ないと思うし、うん、確かにそんな過度な水抜きをする必要もないとは思うんですけど、まあ、そういう節制してちゃんと過ごせるんだったらそれが一番ベストかなと思いますけど、やっぱりストレスで食事我慢できないとか体重にすごい変動があるっていう場合もあるんで、まあ、その場合は普段節制できない分直前になってガーって落としてもちょっと試合ではなかなか厳しいと思うんで階級上げるとかが僕は一番腑に落ちるのかなっていう気がします。はい、僕の中ではトップ選手とかってみんな普段節制してやるもんだとは思ってたんですけど、うんまあ、そうではない選手も多いとは思うんで、うん、どういうタイプに自分が当てはまるかですよね、うん、あと水抜きするんだったらちゃんと準備してちゃんと自分の中での数字を持って計算してやるっていう風にしないと、こう行き当たりばったりの夏休み宿題理論ではかなり厳しいのかななんて思ったりします。はい、これはね選手の人たちは分かってくれるだろうけど、はい、一般の方たちにはどこまで伝わるかっていうところですね、はい、お前らもやってみろよって言いますか。したらこの人がすごい叩かれる。